皆さん、こんにちは。嵐の二宮和也さんが29日、自身の X、旧 Twitter を更新。独立を経て、新たな仕事仲間が現れたことを明かしました。二宮さんは24日、ファンクラブサイトで、旧ジャニーズ事務所、現スマイル、アップ、を独立することを発表しました。これは小ジャニ、北川氏の性加害問題を受け、自身の芸能活動に影響があったことに、不安を覚えたためだと言います。ただし、嵐のグループ活動については、再開、活動をするときはメンバーとして、活動を一緒にやっていく、と明かしています。発表後となった26日に、朝起きて、まず仕事、問い合わせのメールを確認。今までにない動きで新鮮です。と投稿するなど、早速自身の新体制には、業務内容の変化が訪れているで、この日も、てか、今後仕事をするためにも、ホームページってどう作るんだろう、と悩みを明かしました。しかし、この問題を解決してくれる人が身近にいたようで、と思ったら、私簡単なのなら作れるけど、って姉が言うんで、これから指定で作ることになりました、と綴り、ファンを驚かせたのです。ファンからは、お姉様素敵ですね。ホームページを楽しみにしています。え、マジで、そんなところからスタートなん。私の持ってる知識も全部届けたい。阿部寛さんみたいなホームページにしてほしい。などと応援する声が上がっています。そんな二宮さんのお姉さんと二宮さんは、大の仲良しであることが知られています。そんなお姉さんの顔画像や名前、結婚できない噂やエピソードなど、二宮和也さんのお姉さんについて調査しました。二宮和也さんには2歳年上のお姉さんがいるそうです。2023年現在の二宮和也さんの年齢は39歳、姉は41歳。では、お姉さんの顔画像や名前について見ていきましょう。二宮和也さんのお姉さんは、女優の仲里依紗さんに似ていると言われています。そう言われるとお姉さんの写真が見たくなりますよね。しかし、お姉さんは一般人なので、写真は見当たりませんでした。ですが二宮和也さん自身が、仲里依紗さんと似ているとファンの間で話題ですので、お姉さんが仲里依紗さんに似ている、という話も信用できそうですね。以前、仲里依紗さんがバラエティ番組、秘密の嵐ちゃんに出演した時、西川文子さんも認める顔そっくりだったそうです。仲里依紗さんに似ているということは、相当美人なのでしょうね。美男美女していとは羨ましいです。ところで、お姉さんの名前も気になりますよね。お姉さんは一般人なので、やはり確かな情報はありませんでした。しかし、お姉さんの名前は、純、または雅子ではないのか、という噂があります。なぜそんな噂があるのでしょうか。まず、純についてですが、2012年6月17日に行われたチャリティーイベント、嵐のワクワク学校で、二宮和也さんのお母さんから送られた手紙の中に、おじいちゃん、おばあちゃん、純ちゃんをはじめ、みんな、数の活動を喜んでくれています。と、このように、純ちゃんと書いてありました。そんな二宮和也さんには兄弟がいなく、姉が一人だけいます。そのため、お姉さんの名前が、純なのではないかと噂されるようになったのです。続いて、雅子についてですが、二宮和也さんが長澤まさみさんと共演したとき、周りの人が長澤まさみさんのことを、まーちゃんと呼んでいる中、呼ぶことができなかったそうです。その理由は、お姉さんのことを、まーちゃんと呼んでいるからだったそうです。この噂が本当なら、まがつく名前だということですね。しかし、純ちゃんとまーちゃんだと、純ちゃんの方が信憑性が高そうですね。そんな二宮和也さんのお姉さんは現在41歳。結婚しているのかどうか気になりますね。調査したところ、どうやら結婚はしていないみたいです。二宮和也さんによると、
結婚できなさそうだそうです。以前テレビ番組で、自分の姉が結婚することは到底思えない、そうなると自分の親に孫を見せれるのは自分かなと思ってる、というか見せたい、孫を見せないとまずいのかなと、本当は二宮家の最後の人になりたかった、のようなことを語っていたそうです。またお姉さんはとても優秀な方で、中学受験し大学もいいところに進学したようです。大学卒業後は就職せずに自分探しの旅に出ました。その後日本へ戻ってきて勉強したいと大学院に進んだんだそうです。とても自由奔放で素敵ですね。周りが就職する中、自分探しの旅に出るところを見ると、普通の人とは違う考え方をお持ちなのかもしれませんね。このような性格を知ってるからこそ、結婚に向いてないと思ったのではないでしょうか。そんな美人で優秀なお姉さん、そんなお姉さんは二宮和也さんとはとても仲が良いようです。二人で買い物に出かけたり、二宮和也さんがお姉さんの幼少期の写真を待ち受けにしてたり、とにかくお姉さんのことが大好きなようです。そのため周囲からはシスコンと言われていたこともあるようです。二宮和也さんはテレビやラジオでたびたびお姉さんに関するエピソードを語っています。過去に雑誌や番組で話していたお姉さんとのエピソードを紹介していきます。まずお姉さんが家の中では下着姿で歩き回ることが少なくないそうです。家の中では二宮和也、おい姉、ああごめんと二宮和也さんから注意されることがあるんだそうです。またある時、腹痛で苦しんでいた二宮和也さんはお姉さんに、病院まで車で連れて行ってとお願いしたそうです。しかし車の運転をすると眠くなるから無理と拒否されてしまいました。なんとか自分で運転をして病院へ向かったそうですが、なぜか助手席にはお姉さんの姿があったのだそうです。運転はしたくないけれど、弟のことが心配でついて行ってしまったようですね。またある日、二宮和也さんはお母さんとお姉さんと一緒に家具を買いに行ったそうです。運転手は二宮和也さん、週末で道が混んでいて、やっと着いたらカート押し係と任命されたそうです。どうやらこれはお母さんが二宮和也さんに押し付けたようです。途中小物ばかり見るお姉さんに代わり、二宮和也さんがカーテンを選んだのですが、ダサいと言われたそうです。すると二宮和也さんが怒って、だったらてめえが選べやと言ったところ、店員さんに気づかれて握手したという。さらにその時の周りはカップルや若い夫婦がほとんどだったそうです。きっと二宮和也さんとお姉さんはカップルに見えたのかもしれませんね。また二宮和也さんのお姉さんはよく捨て犬を拾って帰るそうです。最近はあまり捨て犬を見なくなりましたが、なぜかお姉さんは未だに見つけ連れて帰ってくるそうです。気づいたら犬がどんどん増えていったという。ある寒い日、家族みんなでこたつに入っていたら、足にスリスリしてくると感じた二宮和也さん、誰となったのですが、あ、犬かと思ったそうです。しかし10分くらい経っても定期的にスリスリしてくるそうです。犬の機嫌がいいなと二宮和也さんが思っていたら、急にお姉さんが、と叫んだそうです。どうやらお姉さんが二宮和也さんの足を犬だと思ってスリスリしていたようです。また過去には VS 嵐のオープニングトークでお姉さんの誕生日を祝ったこともあったそうです。相葉雅紀さんが8月1日といえばという話を一つずつ出してみようと提案したところ、二宮和也さんが3日後にうちの姉ちゃんの誕生日ですねと語り、スタジオでお姉さんの誕生日を祝ったそうです。お姉さんにとっては国民的アイドルグループに所属する弟が自分のことを慕ってくれているなんて嬉しいですよね。お姉さんにとっても二宮和也さんは自慢の弟でしょう。
これからも美男美女シティの仲良しエピソードが聞けるのを楽しみに待ちたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。